管理棟もや一千万町かやぶき屋敷は、愛知県岡崎市一千万町町にある、かやぶき屋根の家屋を利用した山村と都市の交流体験施設。正式な名称は、岡崎市一千万町かやぶき屋敷。2014年3月末をもって廃止された住所は、岡崎市一千万町町竹下32の1。岡崎市東部の旧二方町にあり、 地域に残っていた茅葺きの農家を利用していた。その目的について、2005年に施行された岡崎市一千万町、茅葺き屋敷条例第1条では、地方自治法第228条及び第244条の2の規定に基づき、茅葺き屋敷を中心とした、里地里山における自然と共生する生活の体験、及び豊かな自然との触れ合いを通じて、 自然環境の保全に関する意識の啓発を図る施設と定められている。管理運営は地元の住民による持参所の会によって行われていた。宿泊ができたほか、空打ちやこんにゃく作り、布造り作りの体験などもできた。また、さつまいも、里芋の植え付けや田植え、餅つきなどの一年を通してイベントを開催していた。 北緯34度58分3.9秒、統計137度22分30.1秒。北緯3 4 9 6 7 7号0度統計1 3 7 3 7 5零2 8度。3 4 9 6 7 7百0 1 3 7 3 7 5零2 8ありがとうございます。